藤川の戦いは、平安時代後期の自称4年10月20日に、駿河国藤川で、源頼朝、武田信義と平これ森が戦った合戦である。自称、樹衛の乱と呼ばれる一連の戦役の一つである。石橋山の戦いで敗れた源頼朝は、安防国で再挙し、進軍しながら東国武士がこれに参集して大軍に、膨れ上がり、鎌倉に入る。 一方、海の国で挙兵した武田信義らは、駿河国木大を打ち取った。その両者が駿河国で合流し、都から派遣された平これ森率いる追悼軍と戦い勝利し、頼朝は南万道で武田信義ら海源氏は、海、駿河、東都海での拡挙を確立させた。自称三年の政変により、事業国主の多くが変更となり、 それに伴い万東は新地業国主の息のかかった兵士権人や兵士方目大により、和ず氏、千葉市、工藤市などの旧地業国主に近い豪族たちが圧迫されていた。圧迫されていた豪族たちは反撃の機会を伺っていた。自称4年8月17日、伊豆国に流されていた義友の三男、頼友は持ち人王の領事を報じて、 周東の北条と政正や土井真平、佐々木森津奈良と挙兵し、出雲木大、山木兼隆の館を襲撃して殺害した。だが、続く8月23日の石橋山の戦いで、頼朝は大馬影地下、伊藤助地下率いる平家方に惨敗してしまう。頼朝は山中に逃げ込んで平家方の追跡をかわし、土井真平の手引きで船を仕立てて、真鶴岬から、 安防国へ向かった。頼朝に味方していた三浦一族も、平家法の畑山重忠だらに、本拠絹笠城を攻められ、城を捨て、海上へ逃れた。自称4年の関東頼朝挙兵8月29日、頼朝は安防国平北軍領島に到着した。同地で先発していた三浦一族らと、地元の豪族安政経営機が頼朝らを迎え入れた。 頼朝は、和田義盛を、千葉つね種へ、足立森長を、上佐さ広つねのもとへ派遣した。その他、小山智正、下神戸幸平そして豊島清春、笠井清重夫氏にも参陣するよう求めた。千葉つね種は直ちにお迎えするとの返事をよこし、挙兵して、下宇佐国府を襲い、平家一族の木材を殺したが、暴走半島に大きな勢力を有する。 上佐広ヒの教廃には不安があった。9月13日、頼朝は3 0 17日に頼朝は下うさ国府に入り、千葉常種が一族を率いて、これを迎え、千葉市の300期を加えた。19日に武蔵国と下うさ国の国境の隅田川に、達したところで、上佐広ヒが2万期の大軍を率いて参陣した。 29日の時点で、諸国の兵が集まり、2万5千余期に膨れ上がっていた。10月2日、頼朝は武蔵国へ入り、戸島清春、笠西清重、足立縁元、川越重より、江戸重長、畠山重忠らが続々と参じた。頼朝の軍は、数万機の大軍に膨れ上がり、何らの抵抗を受けることなく10月6日に、源氏類大の本拠地、鎌倉に入った。 自称4年8月頃には、武田信義、安田義貞、一条忠頼ら海賢治が共兵して、海の国を制圧した。8月25日には、石橋山で頼朝を破った、大場影一家の弟、又の影久と駿河国木代が、安田義貞らと、波大山にて交戦した。駿河国へ進行し、10月14日に、富士山の麓で、木代立花園。 シゲルの三千余計を撃破した。鎌倉幕府による、後年の編纂書である、アズ鏡では、海源寺に対して頼朝は、北条時政、加藤慶連らを派遣して、その指示のもとに行動していたように記されているが、これは、後世の幕府による創作であり、海源寺は、頼朝とは別に、持ち人王の領事を受けて挙兵しており、この時期に頼朝の指揮下に入る理由がなく、そもそも、 コレモリの追悼軍の目的は、頼朝ではなく、海原子であったという見方もある。頼朝挙兵の方は、9月1日に、大場カゲイカより福原へもたらされた。5日に、平の清盛は、追悼軍を関東へ派遣することを決定する。追悼軍の編成は、父として進まず、平コレモリ、忠則、リ、友ノらによる、追悼軍が福原を出立したのは22日であった。 慶に入っても総大将のこれ森と自称の藤原、忠清が吉実を選ぶ選ばぬで門弱があり、慶を発したのは二十九日になってしまった。平家法が時間を空避している間に頼朝は関東で勢力を回復し、海の国では海源寺が、品の国では源の義仲が挙兵した。追悼軍は進軍しながら、 諸国のかける武者をかき集めたことで7万機の大軍となるが、所詮は寄せ集めであり、折からの最国の大飢饉で兵糧の調達に苦しみ、士気は非常に低かった。この項の以下の日付は、あず鏡による。10月13日、追悼軍は、駿河国へ入った。10月14日の八電の戦いにて、海源寺は、駿河の兵士法現地勢力を撃破する。 16日に頼朝は、兵士軍を迎え撃つべく鎌倉を発する。17日に、武田信義はこれ森に挑戦状を送りつけ、かねて頼りを目にかかりたいと思っていましたが、幸い戦時の使者として来られたので、こちらから参上したいのですが道が遠く険しいので、ここは、お互い浮島ヶ原で待ち合わせましょうという不敵な、内容に侍大将の伊藤忠清が激怒し、死者は切らない兵法は、 四月戦においてのことで、官軍には適用されないとして、死者二人の首を切った。同日、頼朝は、相模国豪族、秦野義経を撃つために派兵する10月18日に、大場影一下は戦記を引いて、駿河のこれ森の軍に合流しようとするが、頼朝、または、海源寺に行く手を阻まれ、相模国に泊まった後、軍を解散し逃亡した。影一下は後に、 よりともに降参するが許されず、切られている。二万余儀の会、現時の軍勢は10月18日に布陣した。同日よりよりともは、木瀬川沿いに布陣した。10月19日、伊豆から船を出してこれ森と合流しようと図った、伊藤助近、助清夫氏が捕らえられた。大橋、伊藤氏、駿河豪族などの在庁や兵士勢力の壊滅や、万道などの豪族たちが流れを打って、 よりともらについたという状況は、在地勢力による反乱軍への初期対応を戦略の一環に組み込んでいた兵士方の構想をくじくことになった。玉洋によると18日、東鏡によると20日、会、源氏の兵は、藤川の東岸に進む。また、東鏡によるとよりともは、駿河国が東に進んだとある。兵家法はその西岸に布陣した。 兵糧の欠乏により平家方の士気は低下し、まともに戦える状態になかった。あずまによると、この時点での平家方は4000余気でかなり劣勢であり、さらに脱走者が相次いで2000機ほどに減ってしまうありさまだった。この要因として、兵士軍の大半が遠征の中途で挑発された仮武者によって占められていることなどが挙げられている。両軍の兵力差から、 平家法は戦う前から戦意を喪失しており、奇襲に対してかなり神経質になっていたものと思われる。平家越の肥料軍が退治したその夜、平主軍は突如撤退し、大規模な戦闘が行われないまま藤川の戦いは終結する。なお、従来は頼朝が藤川の戦いの当事者とみなされていたが、最近の見解では合戦に勝利した主体そのものが、 海原子であり、あず鏡の記述は自称、樹影の乱で、頼朝が常に、源氏の中心であったかに予想をう構成の創作で、実際には頼朝は後方にあって、副次的な役割しか果たしていないという説が有力である。近年発行の出版物では、海源氏主体説を取るものが増えている。平氏撤退に関しては、以下のような逸話が有名である。その夜、 武田信義の部隊が、平家の後輩をつかんと藤川の浅瀬に馬を乗り入れる。それに、藤沼の水鳥が反応し、大軍が一斉に飛び立った。あず鏡には、その羽音は一重に軍勢のごとくとある。これに驚いた平家方は大混乱に陥った。平家物語や、原平清水器は、その老狽ぶりを詳しく描いており、兵たちは弓や、甲冑、 書道具を忘れて逃げ惑い、他人の馬にまたがる者、杭につないだままの馬に乗って、ぐるぐる回る者、集められていた遊女たちは哀れにも馬に、踏みつぶされたとの記載がある。事実が、どのようなものであったかは不明ではあるが、平家軍に多少の混乱があったものと推察される。平家方は、強硬状態に陥った自軍の混乱を収集できず、中世は撤退を進言した。 総大将のこれリもこれに同意し、平家方は総崩れになって逃げ出した。とうとう海国まで退却するが、軍勢を立て直すことができず、全軍チリチリになり、これリが経へ逃げ戻った時にはわずか10機になっていた。水潮のエピソードは、太平のより戦に船れとなっていた平家の軟弱さを示すものとして知られるが、軍機物語の兵家物語や源平清水域はもちろん、 アズ鏡の記述は、誇張、内氏は虚構で、水鳥の羽音を敵襲と誤認したのではなく、水鳥の羽音で敵の野襲を察知し、迎撃の準備ができていなかったので撤退したという、見方もある。また、戦力差を考慮して、水鳥の羽音とは関係なく、撤退を決めていたとの見方もある。この水鳥の羽音に関する各本の移動一覧に、すると、以下のようになる。なお、 玉洋のみ源氏の葬式官を武田信義としている。また、吉起は、海戦前に官軍に対して死者が送られたが死者を送った元が頼朝か武田か不明としている。木瀬川八幡神社にある頼朝と義経が対面し、平家打倒を誓ったとされる対面赤合戦の翌21日、木瀬川駅で若い武者が頼朝との対面を願い出た。あずまによると、 若干一人、原平清水期によると二十余期を率いていた。頼朝の挙兵を聞いて、欧州平泉から駆けつけた弟の苦労義経で、あった。土井寂平、岡崎義寂、土屋隆支援は、怪しんで、取り継ごうとしなかったが、騒ぎを聞きつけた頼朝は、その者の,の年の頃を聞くに、道の国いる苦労であろうと言い、対面が叶った。 頼朝は、ご三年の役で、源の義家が苦戦していたとき、その弟の義光が感触を投げ打って駆けつけた孤児を、引いて、義経の手を取って、涙を流した。後に義経はもう一人の兄のりよりと共に、基礎義仲透明図、平血糸の指揮を取り、宇治川の戦い、一の谷の戦い、八島の戦いで勝利し、そして、壇の裏の戦いで、平家を滅ぼすことになる。 平治物語によれば、頼朝と義経が対面したのは、頼朝勢が鎌倉から足柄、箱根を越え木瀬川に向かう、途上の大葉屋となっている。また、平氏は、藤川下藩に布人したと記述があるが、頼朝は木瀬川に到着したとあるのみで、甲斐、源氏の布人地については、記述がない。甲斐、源氏の武田信義がするが、また安田義貞は、とうとう海へと、 本格的に進出し、鶴が、東刀美は、甲斐、源氏の勢力下に収まることになる。一方、頼朝はこのまま平家方を追撃して上落しようと、望むが、上ズサ・ヒ千葉常・ツネ三浦・義澄がこれに反対して、東国を固めるよう主張した。頼朝は、東国武士たちの意志に逆らうことができず、まだ頼朝の参加に入っていない、同盟軍、武田信義が、鶴が、 安田義貞が遠藤海と坂東と遠を結ぶ東海道の途上を制圧しているので彼らの意向を無視して上落することもできなかった。結局、頼朝は鎌倉へ帰還したがその帰還の途上相模国府において本領安土と敵から没収した領地の新温給付を行った。これは頼朝が反乱軍として出発したためできたことで立領体制の下にある 平氏政権とは別個の形で行い得た事項であり、頼朝の権力の源泉の一つとなる行為であった。その後、頼朝は、佐竹秀吉、志田義弘、足利忠なら反対勢力を打って、東国の制圧に専念することになる。一方、官軍を派兵して敗れて、大敗を期したのは、平安初期のエゾ征伐以来なかったことで、この敗戦に、平野清盛は激怒した。 富士川の戦いの官軍敗北は、機内、北陸、四国などの反乱勢力の挙兵を誘発し、戦乱は東国のみの反乱にとどまらず、全国規模の内乱に発展していくこととなった。ありがとうございます。